兄・ヨーゼフとレオポルト・レオポルト2世は、神聖ローマ帝国のローマ皇帝、トスカーナ大公。全員名は、ペーター・レオポルト・ヨーゼフ・アントニオ・アヒム・ピウス・ゴット・ハルト、フォン、ハプスブルク・ロート・リンゲン。父は、ローマ皇帝フランス1世、母は、皇后、ボヘミア女王、ハンガリー女王、マリア・テレッジア。皇帝ヨーゼフ2世の弟である。 短い統治にもかかわらず、外交史家、ポールシュローダーは彼を、王冠を着用した、最も機敏で懸命な君主の一人と絶賛した。1765年に、父フランツ一世が死去した際、皇帝位は、長兄のヨーゼフ二世が継承した。一方、トスカーナ大公国はフランツを君主としていたが、帝国の領域に含まれず、 また他のハプスブルク家領とは独立して統治することになっており、ヨーゼフとは別に軽視を立てていた。元は時系のカール・ヨーゼフが継承する予定であったが、4年前の1761年に創生したため、代わってレオポルトが大行為を継承した。1770年に母マリア・テレジアの摂政が終わると、レオポルトは トスカーナにおいて刑蒙的改革を行った。チェーザレ・ベッカリーヤの犯罪と刑罰の死刑廃止論に影響を受け、1769年に死刑の執行を停止し、1786年にはヨーロッパの国として初めて死刑そのものを完全に廃止している。トスカーナは陸軍を持たず、海軍も メディチケ時代以来の小さい軍しかなかったが、レオポルトはそれをさらに縮小し、その余剰金を税率低減の財源とした。他には、憲法の基礎を命じたり、首都を制度化したり、1774年に、精神障害者を病院に入れる法を制定したりした。1790年に、兄オーゼフ二世が死去するが、死死がなかったため、 レオポルトが定位を継いだ。その際、長男フランツを定位継承者とし、トスカーナ大公位は、次男フェルディナンド三世に継がせた。定位継承後のレオポルトの統治期間はわずかであったが、トスカーナ大公としての在位は25年に及んだ。レオポルト二世自身は、進歩的思想の持ち主であったが、兄の強引な改革によって引き起こされた混乱を収めるため、 皇帝即位後は、濃度性廃止令の撤回、不液の復活などの反動政策を行った。一方で質素な生活を好み、父から受け継いだ遺産を増殖させることにも成功した。劇作家のダ・ポンテオ、国外追放、作曲家のモーツァルトやサリエリを礼遇するなどしたため、基本的に音楽や演劇への理解が少ないと言われるが、一方で、チマローザを、 トスカーナ大公時代から気に入って、ロシアからの帰還を待って、学長的な職を与え、名作、秘密の結婚作曲の契機を与えた。レオポルト知性のオーストリアは、東西からの脅威にさらされていた。ロシアのエカチェリーナ2世は、オーストリアとプロイセンに、革命中のフランスと戦争をさせるよう向け。 その間にポーランドとオスマン帝国を侵略しようとし、フランス革命が飛び火する恐れもあった。これに対し、レオポルトは、イギリスとの同盟交渉でロシアとフランスを牽制し、イギリスに対しては、同盟を拒否された場合はフランスに、南ネデルラントを活上すると足元を見られないよう、脅した。 イギリスの支持が得られると知ると、今度はそれを外交カードとして使い、プロイセンにレオポルトのハンガリー王即位を同意させる。さらに、オード戦争の停戦協定が結ばれ東の国境が安定すると、軍をブラバント革命の鎮圧に投入した。1791年も外交関係での緊張が続いた。フランスで、 バレンヌ逃亡事件が起こり、妹、マリー・アントワネット夫妻を危惧した、レオポルト2世は、脱出に成功した国王ルイ16世の弟、アルトワ博を介して、プロイセ王フリードリヒビルヘルム2世と共に、ピルニッツ宣言を行った。これは、フランス人を激奮させ、フランス革命戦争になった。一方、オスマン帝国とは、 シストバ条約を締結、オード戦争を終わらせた。在位わずか2年で死去し、定位は、長男フランツ2世が継承した。皇后、マリアルドビカとの間に、両親と同じく16人の子を設けた。他に愛人との間にも何人か子がある。ウィキメディアコモンズには、レオポルト2世に関するカテゴリがあります。ありがとうございます。